ファーストエア6560便墜落事故とは、ファーストエアが運航するチャーター機のボーイング737から 210C が2011年8月20日に墜落した事故である。2011年8月20日、現地時間午前11時40分頃、カナダ北部のイエローナイフからレゾリュートへ向かっていたチャーター便がレゾリュートワ空港へと着陸接近中に、 空港から 1.8km 離れた丘に、時速時速 290km で墜落した。乗客、乗員15名のうち12名が死亡し、3名が重傷を負った。偶然にも墜落現場の付近で演習を行っていたカナダ軍部隊が事故から20分後に墜落現場に到着し、生存者3名を発見し、救助活動を行った。事故原因は、 着陸侵入中に乗務員の意図なく自動操縦装置が解除されたことによって機体が航空路から右にそれ乗務員がそれに有効な手を打つ時間がなかったためとされている。しかしコックピットボイスレコーダーからはこの他にも乗員同士の意見の食い違いがあったことも判明している。事故原因には到着地であるレゾリュート湾が北極に近い場所にあったことが関係している。 北極点と自北極は一致しないため、方位磁石には北に行けば行くほど不正確になる特性があり、クルーたちは目的地に向かう途中で何度か方位磁石の調整を行っていた。しかしこの際の調整が狂っていたとみられる。目的地であるレゾリュート湾空港の滑走路に向かうルートから逸脱していることに最初に気づいたのは副操重視だった。 彼はコースの逸脱を知ってから墜落するまでの数分間、機長に18回にわたって警告した。しかし二人とも自動操縦が解除されたことに気づいておらず、機長は機体が ILS に誘導されているものだと思い込んでいた。前述の調整の狂いもあり、また機長は以前のフライトでも別の副操縦士から警告を受けたものの、その時は無事に滑走路に降りていた。 そのため、副操縦士からの警告を軽く受け流しただけだった。さらに、機長は、金属15年のベテランだったが、一方、副操縦士は入社してから4年ほどで、しかも、ボーイング737型機には、最近になって乗務し始めたばかりでもあり、機長に強く警告することができなかったようだった。当時のレゾリュート1空港の滑走路は霧に覆われており、 パイロットたちの視界は遮られていた。そのため、機長は最後まで機体がコースから逸脱していることに気づかなかった。彼は、副操重視の警告を無視して、着陸を試み、滑走路が視認できないと気づいて、着陸復興を行った。しかし、すでに手遅れで、6560便は丘に激突する結果になった。6560便は丘に激突した結果、 機体が大きく3つに分断され、12名の乗員乗客が亡くなった。だが、生存した3人は墜落から30分以内に救助された。この日は、運よくレゾリュート湾近辺で、カナダ軍や沿岸警備隊による大規模演習が行われていたため、隊員たちは訓練通りの迅速な対応で救助活動をした。さらに、演習には、 カナダの運輸安全委員会のメンバーたちも参加していたため、墜落からわずか1時間で事故調査が始まり、フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーは共に無事回収され、容易に復元された。事故調査の結果、運輸安全委員会は、ファーストエアに対して北極圏への飛行の際に、方位磁石の調整を密にすることと、機長と副操縦士官のコミュニケーションを改善すること、 特にこのようにコースが逸脱した場合の副装重視の対応訓練を命じることになった。ありがとうございます。